さあどうも、綿貫です。現在、ね、東京駅に来てます。ここから何をするかっていうと、またね、運賃の比較シリーズなんですけど、まあ、これから茨城県の鹿島に行こうと思うんですね。で、鹿島に行くってなると、高速バスの鹿島号っていうバスが、これかなり有名なバスで、本数がものすごい多いですね。あれはで、鹿島号が1日88往復走っていて、まあ、おそらくこの首都圏から発着する高速バスとしてはトップクラスの、ね、本数の多さだと思うんですけど、まあ、これは鉄道で行くより全然早いし、鉄道より安いからすごい利用者が多いっていうことになってるんですけど、本当にこの鹿島号が一番安いのかなって気になったんですよね。まあ、鹿島号のこう運賃調べてみると、片道現金2000円、 IC1850円ってことで、まあ、1850円でね、行けると。で、対して鉄道で行くと、乗り換え案内のアプリで見ると、もう一番にね、鹿島号を利用してくださいって出てきますね。鹿島号の所要時間は2時間ですね。鉄道だと、これかな、まあ、総武線と成田線、鹿島線ということで、乗り継ぎはこれいいけど2時間半ほどかかって1980円と、まあ、なので値段の差は、まあ、そこまで大きな差じゃないですけど、確かにバスの方が安いと。で、時間の差も、まあ、30分差なんで、これもそこまで大きな差じゃないですけど、まあね、乗り換えなしの、ね、バスの方がいいですよね。でも本当に果たしてバスが一番安いのが気になるんでね、ちょっと実際に試していきましょう。じゃあちょっとね、八重洲口のバス乗り場移動していきます。さあ、八重洲口のバス乗り場に来てみました。次がね、鹿島神宮行き8時ちょうどで、本来なら7時40分があるはずですけど、やっぱりね、昨今の情勢で減便になってる便がいくつかあるんですね。まあ、とりあえず8時発に乗っていきますか。で、こちらはもう、自由席制ですね。予約制ではなくて、本数が多いんでもう自由席になってます。そこに泊まってますね。発車15分くらい前ですけど、京成バスで鹿島神宮行きの鹿島号と。じゃあね、乗り場で待ちましょう。このバスは鹿島アントラーズクラブハウス停止、鹿島神宮駅行きでございます。終点の鹿島神宮で下車してバスが走り去っていきましたね。時刻はね、10時ちょうどで、定時でね、着きましたね。まあ、東京駅からね、2時間なんですけど、途中の水郷板子まではね、高速でかっ飛ばしていって、1時間20分ぐらいで水郷板子に着いて、そこからね、神栖市や鹿島市の主要なところを経由していったので、それで2時間かかるってことで、多分一直線にね、ここを目指せばもっと早く着けるんですけど、結局途中の鹿島セントラルホテルとかで下車が結構あったんで、まあ合理的なね、ルートでこのルートになってるんだと思います。で、ここ鹿島神宮は、まあ、JR の鹿島線と鹿島臨海鉄道の実質の分岐駅ですね。本当は鹿島サッカースタジアムが分岐駅ですけど、まあ、鹿島サッカースタジアムは臨時駅なんで、実質ここが分岐駅になってますね。そこ鹿島臨海鉄道が止まってますね。で、ここからね、次は帰りの東京まで帰るね、鉄道ルートを検証していくんですけど、いや、で、鹿島線って思ったより本数少ないんですね。今10時ですけど、1本前がね、9時44分で、その次は11時23分なんで、まあ、1時間ぐらい空いちゃったんで、まあね、せっかく鹿島神宮に来たから、ちょっと鹿島神宮のね、あの神社を見て、それでね、帰り鉄道コースに乗っていくことにしましょう。さあ、ちょうどここに鹿がいますけど、ここでね、鹿島神宮の入り口ですね。まあ、上り坂だったんで、歩いて、まあ、10分かかるかどうかぐらいでしたね。さあ、じゃあ無事にね、鹿島神宮参拝して戻ってきましたけど、鹿島線のね、列車止まってますね。ではね、帰りはこれに乗って東京駅に戻っていきます。さあ、じゃあ駅に入っていきましょう。とりあえずおさらいですけど、鹿島号のバスは IC で1850円でした。で、鉄道はというとこんな感じで、東京まで1980円ですね。じゃあどうするかっていうと、ちょっとね、切符を購入します。と、香取まで240円ですね。鹿島線もね、最近スイカが使えるようになったんですけど、スイカに乗らずにね、切符を買いますね。ではこれで乗っていきます。
で鹿島線ですね。いや鹿島線かなり久々に乗るんで楽しみですね。じゃあ乗っていきましょう。では香取で下車しました。そう240円の切符なので240円だとここまでしかね来れないんですね。あで鹿島線発車していきましたね。そう鹿島線ここで分岐してるんですけど隣の佐原までは行くんですよね。あでここも香取神宮っていうのがあるんでそれをかたどったような、ね、駅舎になってますね。さあじゃあ香取駅で下車しました。でここ分岐する駅だけどもう無人駅なんですね。で一応ここ香取神宮まで徒歩30分ってことで結構遠いんですね。で、ここで降りてどうするかっていうと、まあ、大体このシリーズ見てる方ならねお気づきだと思うんですけど乗車券をまあ分割するんですね。で乗車券を分割するなら鹿島神宮の駅に指定席券売機があったんでそれで最初からね分割するの全部買って最後降りる駅でドンって出せば、まあ、それでもいいんですけどやっぱりねあの分割乗車券を窓口で出すっていうのが全然違法ではないんですけどまああんまりスマートじゃないと思うんですね。まあではこの動画ではねもう新しい概念として乗車券分割途中下車の旅っていうのを提唱しようと思って、まあ、ここでねわざわざ降りてきました。まあ、せっかくね分割するなら途中下車をねして楽しんでいこうという感じですね。でただ香取でね香取神宮まで行くとだいぶ遠いんであと意外とこの次乗るのが千葉方面の列車も1時間に1本くらいしかないんで次の11時49分ですね、まあ、降りた時間から9分後の、成田行きに乗りますんでとりあえずそれに乗っていきます。じゃあ再びね IC カードで、入っていきましょう。さあ来ましたね。では成田線成田行きに乗っていきましょう。では終点の成田で下車しました。でそうなんですね、このまま千葉に行ければいいんですけどこれは成田折り返しの銚子行きになるということで次はね20分後のね、千葉方面行きに乗っていきます。多分成田空港から来るやつですかね。で次は12時48分の栗浜行きに乗ります。でここは改札は降りちゃいけませんね、中で乗り換えます。さあということで成田駅で下車しました。改札内でね乗り換えますって言ってる割になんで降りてるのかっていうとよくよく考えたらねここから京成使った方がもっと安いんですね。なので鹿島神宮から成田だとね2回途中下車して3分割の方が安いんですけどもうねそんなことも言ってられなくなったのでというか京成使えば無理やり分割しまくらなくても高速バスより安くなりそうなんで、まあ、ここから先はねとりあえず京成を使って高速バスより、ね、安い値段で東京にたどり着くということでねやっていこうと思います。で先ほどのね香取から成田はIC の運賃で594円だったんですけど切符だとね590円で切符の方が安いんですけど、まあ、切符はね券売機は売ってなくて乗車駅証明書発行機だけだったんでまあねそれでわざわざ生産するのも手間ですからまあここは IC で良しとしましょう。しかもね成田だったら今度は成田山もねありますから行こうと思えばそこにも寄れるんですけどまあねもう外がものすごい暑いですからちょっと昼ご飯でも食べて京成線にね乗り換えていきます。さあじゃあ改めてね京成成田ですね、まあ、結果としてね JR から京成に乗り換えるみたいな形になりましたね。じゃあここでねまた改めて改札に入っていきましょう。では京成船橋で下車しました。ここでねまた乗り換えですね。でここでまた JR のね総武線に乗り換えるんですね。というのもね、まあ、こう地図で見るとよくわかるんですけど成田から船橋の間は JR の総武線がね結構迂回していってで今度船橋からも東京方面は京成線の方がね迂回してるんで、まあ、成田から、ね、東京方面に早く着こうとした場合、まあ、最初は京成に乗って船橋で総武線に乗り換えた方がね結果として早く着くってことが多いんですよね。すぐね JR の船橋駅が見えますね。このね連絡通路の間に金券ショップがあったんでそこで回数券を買えばもう少し安くなりますけど、まあ、そこまでしなくてもね高速バスより安くなりそうなんで今回は普通にスイカで乗っていきます。いやでも改めてね JR 京成 JR って行ったり来たりしてね安くなるっていうのは面白いですね。じゃあやっとこの総武線のね車両に乗れますね。この電車は東海線東海線
では終点の東京で下車しました。いやー東京ですね。この総武線の地下ホームですけど、ではね改札を出ていきましょう。さあじゃあ最後東京で、ということで東京で降りたので、ちょっと履歴を印字してね、本当に高速バスより安くここまで来れたのかね確かめてみましょう。さあということで東京駅に無事に到着しましたので、履歴を印字してみました。履歴をね印字してみると、こんな感じですね。まあ、最初京成バスに乗ったのは確かに1850円です。で、鹿島神宮寺で2750円だったのが最終的に東京に来て975円になっているので、値段が合計1775円で来ることができましたね。まあ、JR の区間はねもうちょっと分割すればあと20円ぐらい安くなるのと、まあ、あとね金券ショップでね回数券を買ったりしたらねそれでも安くなるんですけど、とりあえずね、まあ、一番ね楽な乗り換え駅で下車するっていうね、香取、成田、船橋とね3回の途中下車で、高速バスより結果75円安くなるということができましたね。なのでね鹿島号が早くて安いかっていうと、まあ、安いのは確かですけど、まあ、鉄道利用をね工夫すればねでバスより安くなることができるっていうのが分かりましたね。所要時間に関しては鹿島神宮を11時23分に出て、途中成田でね昼食休憩とルートを調べる休憩で1時間ね間が空いてるので、それで東京に着いたのは14時58分で、3時間半かかりましたけど、成田でね1時間休憩がなかったら2時間半なので、まあ、高速バスよりね30分遅くかかるぐらいの程度で、まあ、トータルの時間はそれで行くことができます。まあ、香取も成田も神宮がありますし、船橋はねいろいろ店もありますから、途中下車するにもねちょうどいいスポットですよね。そこで途中下車しつつ、まあ、分割乗車券途中下車の旅っていうのをね楽しんで安く来るってこともねできますしね。まあ東京鹿島間をねいつも高速バスで移動してるって方がもしいらっしゃったら、たまにはねこういう移動の仕方っていうのもありじゃないかなと思います。じゃあこんな感じでね、ちょっと今回最安値ではないですけど、ほぼね最安値の値段で移動できましたんで、最安値研究シリーズ第3弾になりましたけど、またねどうだろう、いい区間思いつくのは難しいですけど、またいい区間があったらこの最安値シリーズもねやっていこうかなと思います。ではこれでこの動画は以上になりますので、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。